西武はですね、9月2日に入団テストを実施すると発表しました。まあ、去年も行っていたんですけれども、現在全国の高校、大学、社会人、そしてクラブチームに所属している選手に、まあ、受験を呼びかけているということなんですけど、はい、ちょっと応募資格の方を、ね、まとめてみました。こちらです。まあ、年齢制限が今回ありまして、18歳以上から24歳までということになってるんですけど、うん、この、まあ、JG さんもね、テスト入団ですけども、はい、いかがですか？まあ、磨けば光る原石はね、やっぱいると思うんで、うん、はい、こういう機会があるっていうのはいいチャンスですよね、うん、選手からしたらね。そうですよね。ただ一個思うのが、はい、18歳以上、うん、24歳までっていうのはちょっと狭すぎるかなと思うんですよね、うん、おー、そうですか。私も入団テスト入ったんですけど、うん、僕受けたの25歳の時に受けたんで。そうなんですか。26は1年目なんですよ、うんうんうん、このルールでいくと私入れてないんですよね。確かに受験もできないっていうことになるわけですね。もうちょっと幅広げてもいいんじゃないかなって気はしますけどね。まあ、社会人とかクラブチームの選手、25歳6歳の選手、しかもラストチャンスにかけてるって方はまあ多いと思うんでね、うん、でも今回一芸に秀でた選手をまあ発掘するという考えで実施されるわけですけれども、まあ、GG さんが受けた時もなんかここアピールしようみたいなのってやっぱりテストの時考えてたんですか？やっぱ肉体と長打力とキャッチャーっていうところを売りにしてね、うんうん、ちょうど伊藤監督がね、見に来てくれたんで。そうなんですか。めちゃくちゃアピールしましたけどね。合格かどうかっていうのは言われるんですか？もうその場で一応ドラフトは指名する合格だって言われたんですけど、うんうん、実際当日になってみないと指名されるか指名されないかわからないんで。そっか、ここで合格して、うん、ドラフトで指名されてようやく入団できるんですもんね。そこはまた別だと思うんで、合格しても指名されないパターンはあると思うんで、ドラフト当日の流れとかもいろいろあるから。そうですよね。ドキドキしてました。じゃあドラフトの日は合格って言われてるけど、はい、もしかしたらっていう。伊藤監督信じてました、僕。あ、なるほど。名前を呼んでくれっていう、ね、呼んでくれと、はい、はあ。まあでもね、こういうちょっと形でプロ野球に入ってくる選手が、うん、こうやっぱり起死回生のチャンスになってるから気持ちもすごいですもんね。いや、こうまたね、隠し玉とかね、こういうみんな埋もれた選手がいるんですよ、絶対世の中にはね。それを拾い上げるといいですよ。ロマンがありますよね。そうですよね。まあ、この入団ですと、もしこの受験資格に適合するという方がいらっしゃいましたら、ぜひね、もうチャンスは誰にもありますから、受けてみてはいかがでしょうか。ということで、8月18日まで募集が行われているということです。最後までご覧いただきありがとうございます。アベマバスパリーグ番組 MC の辻歩です。この番組はネットで話題のプロ野球動画を紹介する新感覚のプロ野球ニュースです。この動画の完全版をご覧になりたい方はこちらから。